続けてどうぞ。
ありがとうございます。あ、すごい、あーい、ギャーってなる、ありがとうございます。うわ、見てるな、ちょっと待って、俺下げてもらっていいですか。本当、はい、すいません、ありがとうございます。あ、みんなびっくりしちゃうんで、あ、ありがとうございます。はい、あ、聞こえますか、大丈夫ですか。ひょっこりはんです、よろしくお願いします。すごい、たくさん集まっていただいて、嬉しいですね。こちょっとお笑いライブね、こっから始まりましてね、まあ、短い時間ですけど楽しんでもらえたらと思いますけども、うわ、嬉しいっぱいね。ちょっと聞いてみようかな、横田のこと知ってるよって。はい、嬉しいな。え、あ、本当知ってる、すごい。な、何で知ってくれたの、横田のこと。うん、話しかけられると思ってなかった。嫌だよね、びっくりしたよね、のけぞったもんね。大丈夫だよ、何で知ったかを、知ったことは分かんない、覚えてないか。え、な、何でしてくれたの。ね、ね、え、絵本、あ、絵本弟をひょっこり絵本で知ってもらうようになりました。ひょっこりはんを咲かせっていう本だよね。あ、ひょっこりはんを咲かせっていうひょっこりはんが出した本だよね。シリーズ3作出てるんですよ、実は。そうなんですよ、ベストセラーになって今20万部すごくです、すごい、ありがとうございます。はい、ほんでこの前ちょっと調達しようと思ってアマゾンでこう検索かけたら、あの、もう今売ってないんで、はい、あの、もう、メルカリとか中古でしか売ってないんで、今ひょっこりはんそれ買い漁ってる状態なんで、欲しい方すぐ、はい、ネットでね、買っていただければ。ありがとうね、嬉しい、お願いします。じゃあ早速行きたいと思うんですけど、ひょっこりはんさっきね、出てくる時音楽流れたでしょ。音楽流れた皆さんで大きい手拍子で盛り上げてもらいたい。いいですか、これに合わせて手拍子できます、みんな。パンパンパンできます。あ、嬉しい、いいですね、ありがとうね。あ、オッケー、こんな感じでいきましょうね。あ、音が肝心な時、音が聞こえますか。大丈夫、今日これでやるかもしんないね、これいいの、地声でもいいけど音楽が流れるか心配。ちょっと流れるかな、大丈夫か、走ってます、音が怖い怖い、あ、音が、電源が切れました、電源が落ちました。はい、隣の人と LINE 交換でもしてくださいごめんなさい、今そういうね、お友達作る時間にしたいと思いますね。え、で、これだってもうこれできないもんね、音楽なら、まあ、音楽なしでやってみるね、せっかくだからね見たことないよね、ね、大体音楽流れるんですけどね、音楽流れてね、音楽流れずに大丈夫。あ、すごい鼻水とか出てるけど大丈夫風風かな、か、風かな、ちょ、鼻拭いてあげるか、拭いてあげてごめん、ね、全然鼻出てなかったねごめんね、びっくりしたね。ありがとう、じゃあこんな感じでやっていこうかな、じゃあ今日は OK。 じゃあみんなでナイスよ、これだから聞こえない、後ろ大丈夫聞こえる、あ、意外と聞こえるんだよ、OK。 じゃあナイスクリーンってね、みんなでナイスクリーンって返してください、いきます、ナイスクリーン、ナイスクリーン、ありがとうございます。はい、これ10分やりますすいません10分もつかなでもね、 OK。 じゃあね、マジックやります、はい、マジックやりたいと思うんですけども、なんか好きな数字言ってもらって、それを当てるみたいなやりたいんです。なんか好きな数字あるよっていう人言っていただければ。あ、早かった、黄色いお姉ちゃん、8、え、8が好きなんだねえ、なんで好きなんだ8が、なんとなくパッと思いついたのが8。喋りかけられると思ってなかったねそういう方法ね、分からないね、ありがとうね。8って言ってくれて、他います、お、早かった、お、じゃあそこの赤い女の子は1、あ、いいです、1。他は、お、お、11、あ、いい、8、8、1、11、他は、お、7でいこう分かったね、7でいこうか
なんでもいいんだけどね。うん、7条ね、今ちょっとね、なんか一番前だったからね。まあで、ね、わかります。じゃあせっかくだから一番初めて言って8で行こうか。ね、あ、戻りましたけども、いいですかね。マイクだけ戻った感じですか。あ、音楽も流れる感じですか。ちょっとあのタンタンタンと一回流してもらっていいですか。あ、音楽、あ、すごい。今こうなってますね。今音響さんがすごい、はい、あ、すごいバリバリと。あ、大丈夫そうですかね。ま、八、まあ一回8でいこうか。じゃあね、うん、八、じゃあハートとかダイヤとかいろいろ何がいいかな。はい、ハート、じゃあハートでいこうか。ハートの8で OK。 じゃあ指鳴らします。一番上にハートの8来てたらすごいですよね。ね、これを見てもらおうと思います。はい、じゃあ音楽、はい、ひょっこりはんでピッとめくって、一番上がハートの8来てたらね、拍手ください。はい、ちょっとドキドキしてますけども、音楽が流れるかなってね。一回ミュージックスタート言ってみます。いきます、ミュージックスタート。そうですよね。あ、わかりました。じゃあ誰か見てくれるよって来てみますか。あ、見てくれる、さっきの男の子。はい、じゃあおいで、こっちまでおいで。はい、はい、おい、来てください。ありがとうございます。あ、来れるかな。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこっち登ってきて。うん、ありがとうね。うん、ありがとう。ありがとう、大きな拍手ありがとうございます。はい、ハートの8ね。お名前は前田くん。前田くん、じゃあ一番上ピッとめくってハート8。おー、ひょっこりはん。しゃーぶね。ありがとうございました。ごめんね、前田くん。でも一番上見て、これ何来てるの。え、ハートの8。ハートの8一番上来てます。すごい。あ、うれしい。ありがとうね、前田くん、手伝ってくれて。ありがとうございました、大きな拍手ありがとう。いやー、戻ってきました。はい、音楽も戻ってきました。よかったですね。OK。もうでも結構お時間がね、こう結構、まあ、過ぎてきてっていうのもありますけど、OK。じゃあ、どうしようかな、いっぱい。じゃあ、これやろうか、ちょっと楽しいやつやりますね。ひょっこり危機一発、大きな拍手ください。さあ、これやりましょうね。音楽流れてる間に、まあ、検査していって、音楽流れ終わるまでにこれをポーンとひょっこりさせます。ね。音楽、あ、大丈夫ですか？ね、なんかバンバンってなってますけども。ね、流れ終わるまでにこれをひょっこりさせ、それをキャッチしひょっこりするってやつやります。意味わかってます。意味わかってます。大丈夫ですか。ポカーンっていう顔してましたけどもね、これ難しいんですよ。だから10秒くらいの音楽の間にこれをひょっこりさせるのも難しいし、ね、それをキャッチしひょっこりするのも難しい、ね、これを決めたいと思うんですけども、じゃあせっかくですからこれ手伝ってくれるよって人いれば一緒に手伝ってくれるよ。で、ね、いい、あ、手伝ってくれるじゃん、前の女の子いい。じゃあこっちまで上がってきて、ありがとう。はい、じゃあ大きな拍手ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうございます。まあせっかくなんで ね、 こうね、お子さんの写真とか撮ってもらってね、あ、僕とかもね、記念に写真とか撮っといてもらってね、ありがとうございます。いや、本当にお願いしますね。ありがとうございます。じゃあ、いいですか。はい、お願いします。じゃあ、これじゃあこっち来てくれる、こっち。はい、じゃ音楽流れたらいっぱい刺して、わかった、バーっていっぱい刺して、音楽流れ終わるまでにこれをそっこり刺してください。お名前は、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、大きな拍手。え、ゆいちゃん何歳ですか。5歳ですか。5歳、5歳、好きな食べ物とかあるの。ぶどうが好きなんだ。いいじゃない、ひょっこりはん、ホルモンが好きだよ。美味しいんだよ、ホルモンって。すごい、ほんとありがとうね、ゆいちゃん。 OK、 じゃあいっぱい刺して、ゆいちゃんがこれひょっこりさせてくれたら、ひょっこりさせてキャッチしひょっこりできるから、二人で成功させよう。 OK、 自信ある。 OK、 じゃあゆいちゃんいっぱい刺してください。さあ、それではいってみたいと思います。皆さん、大きい手拍子で応援ください。ミュージックスタート。最後だ、最後、めっちゃ怖いよ。
OK、 じゃあ音楽流すからもう一回させて。ミュージックスタート。 OK、 いけ、スリーで、オン、ワン、OK、 いいよ、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 いいじゃん、 OK、 いいよ、いいよ、 OK、 おっしゃ、 OK、 おっしゃ、おっしゃ、もうちょっとだ、ラスト、ラストいけ、ラスト、 OK、 おっしゃ、ミュージックスタート。 OK、 最後ミュージックスタート。1名様なので皆さん頑張って当ててみてください、はい、ということで分かったよって方、さあ、あ、いっぱいあげてる、ね、ありがとうございます。じゃあね、今ね、じゃあ手挙げてくれてるこっちのね、緑色の半袖の洋服着てた、そうそう、あれちょっと指さしてくれてる、はい、その子にしようかな。じゃあ大きめの声でね言ってもらいましょうか。はい、ゆいぴーの体重な、あ、めっちゃ笑ってるじゃん、めちゃくちゃ笑ってる、笑っちゃう、座っちゃったよ、ね、ちょっと聞いてみましょう。さあ、私の体重何キロだと思いますか？110キロ。そんなにガリガリじゃない。ありがとうございます。おかげさまで皆さんのおかげで、ね、だいぶ大きくなりました。はい、でもすごくいい線いってるね。行ってます。いいよいいよ、そんな遠くないですからね。遠くないですよ、はい、110キロより上でございます、はい、あ、他に分かったよってこう、ね、はい、じゃあそこのね、緑色の帽子をかぶってる、はい、黄色洋服の兄ちゃんにしようかな。さあ、ゆいぴー何キロだと思いますか？60キロ。そんなにガリガリじゃありません、ありがとう、すごい自分のさ、目で見て60キロだって思ってくれたんだよね、ありがとう。でもそれよりちょっと上なんだよ ね、 ね、もうちょっと上だね、2桁じゃないのもう私は。さあ、他に分かったよって方、はい、あ、じゃあそこのなんかサングラスの今お父さんがね、あげてくれてて、茶色い帽子の今なんか下げてますけども、いいですか、じゃあ答えていた、あ、今後ろ振り返ったサングラス、はい、はい、そうです、157キロ。そんな太ってねえわ。157って、私158センチですよ、身長球体やだよ、ね、まだ会ったことないタイプのユーミーだね、157キロ。自販機とかじゃないですか、150。ちょっとさあ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 、他に分かったよって方、ね、元気いっぱいで皆さん嬉しい、ね、あ、早速で手を振ってくださってる大人の方にしようかな。白いお洋服で今こうおーってやってる、そうそう、ね、さあ、じゃあ聞いてみましょう、私の体重何キロだと思いますか？どうぞ。130。そんな太ってねえわ。ちょっと何だと思ってるんですか、私のこと、ね、言っときますけど最高で126キロですからね、それより下でございます。さあ
さあ他に分かったようで、じゃあそうしようかな。あ、じゃあ一番前の子にしようか。はい、どうぞ。116キロ。それより下。すごくいいところ行きました。すごくいいよ。さあすごくいいところ、いつ当たってもおかしくない、さあいかがでしょうか。いかがでしょうか。すごい元気がいいです ね皆さん。じゃああそこのね、青いねお洋服のチャンピオンの服着てるねお兄ちゃんにしようかな、さあ何キロだと思いますか。115キロ。それより下。ここのお兄ちゃんにしようかな今。はい、そう、あれってやったことさ、何キロと思いますか。113キロ。それより上。早く当てて、早く当ててちょうだい。さあどうなのさ。じゃあどうしようかな。じゃあああすごいすごい元気がいいね、ここら辺元気がいいね。一番前よ、じゃあ一番前の子にしよう。さあ行こう。114キロ。大正解。元気が良かったですからさ、じゃあ今当てていただいたね、君お名前いいですか。翔太くんで、ありがとうございます。翔太くんでございます。じゃあ翔太くんその場でね当てていただいたので立っていただいてもいいですか。ありがとうございますね。約束通り当てていただきましたので、おかにゃさんからささやかなプレゼントがございます。私おかずクラブのオカリナって言うんですけど、オカリナっていうのが本名じゃなくて楽器のオカリナを吹けるところから来てるんですね。そうなんです。それで翔太くんのために1曲吹きますので聴いてください。よろしくお願いします。翔太くん以外の人は全員耳を塞いでください。今日は特別に翔太くんの目を見て吹きます。決してそらさずに聴いてください。ありがとうございます。とってすごいね、礼儀正しいでお願いします。聴、いてください。蛍の光。一回で十分ですよ。ありがとうございました。翔太くんいかがでしたか。愛を感じました。愛を感じました。だって勘違いです。そんなことないか。ありがとうございます。それで翔太くん大丈夫、もうちゃんとねブツもありますからね。おかりなさん形に残るものも用意してございます。はい、はい、私は宮崎県出身でして、私は去年おかずクラブで宮崎県の宮崎大使に、宮崎大使になることがいいし、ありがとうございたんですよ。それにサイン書いてありますのでもらってください。よかったらもらってください。さあということで、はい、おめでとうございます。翔太くんおめでとう。お座りください、ね、ありがとうございました。私の名刺です。はい、はい、さあということでいろいろやってきましたけど、はい、最後ちょっとネタやってね、そうですね、はい、と思います。ということでおかひなさん、はい、どうですか2024年、はい、どうしてもやりたいこととかありますか。そうですね、私はね今年こそ夏になったら夏祭りにね行きたいななんて思ってるんですよ。夏祭り、はい、おかひなさん夏祭りなんてね行ったって一つもいいことないんですよ。楽しいことばっかりなんで、ぜひここでもやりたいなと思っています。じゃあオカリナさんが夏祭りが一番したいことって何ですか。はい、たこ焼きを食べるですかね。はい、美味しいですもんね。すいませんおじさん、たこ焼き一つ。わあ美味しそう。いただきます。ほん。ん？おいしい。私猫舌なのよね。ふうふうふう。あれ。この会場の男たちがオカリナのフーフーする顔を見て、みんなキス顔を想像してたよ。ねえ今キス顔を想像してましたよね。私そういうのすぐに分かるんだから。自慢じゃないけどね、私昔超巨大なたこ焼き炊飯器で作ったことあるんだからね。タコ丸々一匹入れてやったわ。オカリナたこ焼きはダメ。残念だわ。じゃあ盆踊りなんてどうかしら。いいじゃない。月が出た出た、月が出た、あいよいよ。オカリナ危ない。今この会場の男たちが盆踊りに入れてるオカリナのプリティなおケツをやらしい目で見てたよ。いやねえ今プリケツ見てましたよね。
私そういうのすぐに分かるんだから。自慢じゃないけどね、私昔浴衣着て歩いてただけで力士に間違えられたことあるんだからね。頑張ってくださいねって言われたのよ。わかりますボードでダメ。残念だわ。じゃあ打ち上げ花火なんてどうかしら。いいじゃない、綺麗だもんね。ヒューダーンたまやー。危ない危ない、今この会場の男たちがお帰りなのたまって言葉に反応してみんな股間を押さえてたよ。特に翔太が押さえてた。でも夏祭りは絶対に行っちゃダメ。もうあれもダメこれもダメ、これちょっと全然夏祭り楽しむことなんてできないじゃないのよ。お帰りの危ない、今この会場の男たちが漫才見るふりしてオカリナのことずっとやらしい目で見てるよ。ねえ今見てましたよね。私そういうのすぐに分かるんだから。自慢じゃないけどね、私昔行った合コンで一言も喋ってないのに帰りに番長とあだ名ついたことあるんだからね。悲しいけど実はよ。オカリナこんなとこで漫才なんてやってらんない、帰るよ。残念だわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。出ました。ゆっくりとじわーどやじゃないですか。ちょっといきなりすぎたから、いきなりすぎたからですかね。もう一回押し方が悪い。あーごめんなさい、こっち側があるから、はい、すいません、いきますよ、はい、ちょっといやこれで20年やってるんですよ。これブース回ってる時に誰かがこう触ってきたらどうするんですか。あのやめてください。やってくださいよそこは。そうです、やめてください。なります、なります、全部感じますから。あら、はい、なるほどですね。こっち嫌んですけど、これ隣バカーン。こっちバカーンだ。こっちの拍手は少なめで。いやんバカーン、いやんバカーン、そこ。あ、ここそこでした。ここそこ出ましたね。本当に触られたらどうする。 いいですよ。皆さん触りに行ってください。そうですね。ただこの触る側はね、セクハラを訴えるのやめてください。お願いしますよ。触られる側なんで僕は。そうですよね。こういったギャグでやってるんですよね。ただね、ごめんなさい、ちょっとだけ時間がないので短く行かせてもらいますが、僕ね、九州新喜劇っていうね、もともと吉本新喜劇にいて、熊本に帰ってきて、熊本で九州新喜劇っていうのを、これからちょっと九州で根付かせていかないという、行かないといけないというね、任務をいただきましてですね、よかったら今日ここで、皆さんと一緒に簡単に新喜劇を作ってみたいなと思うんです。3人必要なんですよね、3人。よかったら3人手伝ってくれません？来てくれ、よしよしよし、一人、そして、あ、じゃあその女の子、お父さんに抱かれてる、はい、そしてもう一人、誰かいません？もう一人、あ、そこのお姉さん、あ、マスクしてるお姉さん、さあ、あなた、ジャンマ来てる、そう、あなた、来てください、パッと、上がってきてくれ、ごめんなさいね、ね、あ、あなたです、あなた、堂々と来てください、お名前は？ハルトです。ハルト君、何歳？9歳です。9歳、おー、じゃあ頼んだ。お名前は？脇団？何歳？8歳。脇団8歳。頼むわ。ありがとう。すみません、お名前は？ゆうこです。ゆうこさん何歳？33歳。すみませんね、失礼な話聞いて。申し訳ないです。ね